さあさあさあ始まりました。本日も父さんがお送りするセブンデイズツーデイテズのウォースリーの時間がやってまいりました。いやーみんなスパス、おお音いい音する。初めて打ってみたんですけど、これが前回私が作らせていただきましたスパス。本当はガトリングガン作りたかったんですけども、そうは問屋が下ろさない、なかなか作らせていただけませんね。でいうことで私はスパスを作らせてもらったんです。これポンプのショットガンなんですけど、火力が高いのと、あと相談数というか、まあ弾後が大きいってことですよね。で今20発入れることができてます。火力が 32.1 まで上がってきてて、まあ、これ見てください、ほらバルカンね、今作ろうとして頑張ってたんですけど、結局これはスキルが足りないので、スキル本を読みまくってあげないとこれは作れないということが分かっているのと、このバルカン砲のこのバレル4ついるっていう、あと3つもいるっていう、めちゃくちゃ機械部品が必要ということなので、まあ、今回今作れるものとして一番欲しいショットガンスパスを作らせていただきました。ただこのスパス自体もですね、この本体ベースとなる、このスパス12っていうやつを使ってですね、これ色変えれるんですよ。なんか名前がいろいろあって、カービンとか、USA、 カービン違うか、USA アイリッシュとか、多分見た目の色が変わるんですけど、これそんな染料がいるだけだもんね。これはちょっと色変えてみます。確かにこのノーマルの黒のスパスってちょっとなんかとっけないというか、もうちょっと今440円しかお金ないな。染料っていくらでしたっけ今。あ、違う、何が作りたいかだ。まずどの柄にしたいかが問題で、柄をどれにしますみたいな話なんですよね。スーパースのアイリッシュにしたかったら緑の染料が1個いる、エイリアンにしたかったら青、なんかでも紺っぽいですね、綺麗な青って感じじゃないな、ピンク、あーストリート、んーストリートでしょこれだったら、スパス USA 赤、いやーどれにする、これはやっぱストリートだ、ピンクだな。ピンクの塗料買いに行こう。ピンクの塗料確か売ってたと思うんですけど、塗料系はレクトが販売してくれてたんで、いくらでした塗料前回買ったんですけど、塗料ちょうどピンク売ってんじゃん、135円、結構しますね。これ買ってで戻ってガムテープと合わせて塗料を使えばスパースが完成すると思うんですけど、ストリート、これでちょっと色変えよう、色変えようと。でまずはちょっと壊れるかもしれないんで、モッドを外しましょう。装備するじゃなくて、改造する、改造レシピ、解体修理、装備する、あれ違う、改造するがない、落とすレシピ、あれ装備する違う、え、なんで改造するがない、この改造するっていうのが装備するになってる、解体修理、落とすレシピ違うよね、改造ができなくなってる、うっそ、そんなことある、これドラムマガジン外したいんだけど、これいける、このまま、大丈夫これちょっとストリートにしたいんだけど、HD スパス12 1/0、なんで持ってるじゃないですか今、なんでだこれ、ドラムマガジンくっつけちゃったら無理的な話も、これお気に入り追跡、そういうこと、これはもうドラムマガジンをくっつけた段階で外せないってことかな、これもう無理だもんね、レシピ落とす修理、なんかやり方間違ってますかね、いやそうやね、今こっちに置こうがこっちに持とうが、ほら体の中に内反転になってるんですよ、1/0右上、ダクトテープとピンクの塗料終わるんですけど、ってことはもう一個スパスを作んなきゃいけないってこと、そういうこと、色変えようと思ったのになかなか難しいですね、そうシンプルに言わせてくれない、じゃあノーマルのスパスの状態じゃないとが一丁ないとできないっていうことね。あーもうマジか、じゃあまあ他に作れるものいろいろ見ていきましょうか。これだからパーツが作れても本体はまだ作れないっていう話なのと、 AK のハイブリッドとか、ちょっと待って、連鉄600個も使うけど請求額が半端ねえ、品質落としたら、あー数は減るけど、まあでも6伝説の部品もあるから、あと他のパーツも別に持ってるんで、機械部品の連鉄さえあればいけるんで、せっかくだから品質6作りたいな、6が作れるようになってるんですよ。ストリート、スパスストリート、いやこれ違う、これ私が今作りたかったやつで、
あとは AK ハイブリッド ACP。 AK のハイブリッドは45インチの ACP 弾を使えるように変更されている。弾がまだそういう特殊なやつ使えてないですもんね。そういうことだよね。あー、そういうことか。あとはロックがかかってたりするんですけど、アイリッシュタクティカル AR、 うん、ダブルバレルショットガン、モスバーグ500。おお、火炎放射器作りたいな。分かりやすい。いやもう炭鉱が600って請求額が半端ねえ。あー、そういうことか。作りたいけど作れないね。まあ連鉄と炭鉱と機械部品が今回はポイントなのか。連鉄も一応焼けてきてますね。これも引き続き焼いといて。うわー、そうか、なかなかやな、これなかなか。掘れる数も限界あるんですけど、そういうことね。大体分かってきました。なんで連鉄炭鉱機械部品のこの3点セットは結構重要で、ちょっとこの辺とか解体、バッテリー解体すると、あ、いいね。鉛が120出るわ。こんなにバッテリー、車解体しまくったおかげで前回バッテリーがめっちゃいっぱいあるんですよ。これ売ろうか。ちょっと4種類までは売れると思うんで、4つは売れる。品質6のバッテリーは2個あるんですけど、これは取っといて。売れるものはだんだん分かってきたような、分かってないような感じが出てるんです。スレッジハンマーとかもとりあえず品質2とかはまずいらないですよね。スレッジハンマーあまり使わないんですけどね、私。鋼鉄ショベルも品質4、修理して売った方がワンチャンいい的なところもあるんですけど、まあ、とりあえずこれはこのまま売ることにしましょうか。伝説のパーツも6個あるし、ほら、あ、雷鳴った。まだ天気は明るいんですけど、18時8分。この世界はフェラル何時からだろう。あれ基本っていつも10時ぐらいからでしたよね。あれ9時でしたっけ。ちょっと毎回曖昧になっちゃうんですけど、とりあえず整理整頓、フェラルまでの間はちょっといろいろやっていきたいと思います。はい、売れるものを売ったら3349円になったので、ここでまた本が増えてないかどうかだけチェックしといて。増えてないですね、特にね。で、占領系とかお金もそんな無駄遣いしない方がいいな突然何が必要になるかが分かんないっていうのと、でも機械部品は買いたい、ちょっと正直で。有識者さんからのですねコメントをいろいろ読んでて気づいたんですけど、この解体パーツ用のレンチも HD シリーズの工具があるから、そっちの方が解体効率高いですよみたいな話もいただいてたんですね。で、落ちしろフェラルまでの時間何もすることないんで、その辺もちょっと一回何が作るか見てみましょう。これかな、 HD レンチがあるわ。これだ、スキル解体ツール。あー、これもか。これもツールが足りない、スキルが足りないか。でも解体系は全然読んでない全然読めてないわ。あー、ラチェット手に入ったんですよね、衝撃ドライバー。これも多分衝撃ドライバーぐらい、50枚ぐらい読めば HD のツールが手に入ったりするのかな。いやー、なかなかうまいこといかないですね。ですね、このクエスト系もですよ、こういうのとかもどんどんクリアしていくと、おそらく今建物系がクエスト2まで進んでるんですよね。これあと習熟クエストか、アーマー、習熟クエスト。だからここら辺の木こりハットを、まあ木こり装備ですよね、をクラフトしたりとかすることによって経験値ももらえるし、これが進んでいって、これの最終報酬が結構美味しかったりするらしいんですよ。雷バチバチになってますね。今時間が18時46分45分。あー、アーマークラフトキットがあって、ちょっと服もボロボロなんで、ちょっと一回この辺も修理しといた方がいいよね。これで多分修理はできるはずなので、修理しといて、手と、あー、足はまだいいか。ここら辺、これでボロボロがなくなりました。 OK ですね。ハンドガンの修理キットも今のうちに作っといた方がいいんですけど、布切れもめっちゃ使うな、これ。連鉄とハンドガンパーツか。ハンドガンパーツも一応さっき解体したのもあるし、作ってはいたはずなんですけど、ハンドガンパーツってどこにしまっちゃった。あー、4つあるわ。いやでも4つか、微妙ですね。で、結局ガンオイルがめちゃくちゃいるので、ガンオイルも引き続き作んないといけないんですけど、ガンオイルはダクトテープとオイルね。ダクトテープとオイル。ハンドガンはめっちゃあるな。ハンドガン3000発いきましたね。これワンスタックに収まるのが本当にありがたい。ただショットガンが1000発と 7.62 がちょっと足りない気がするから、ハイパワー弾、これである程度準備は全部揃った感じはあります。今ずっと弾作り続けてるんですけど、ここで修理キットも一応できたし、ハンドガンの修理キット、ハンドガンがね、耐久がちょっとあんまないんですよ、品質5なんですけど。で、スパースはショットガン用の修理キットと、あと M60 用の修理キット、それぞれ1個ずつあって、まあ通常の修理キットも18あります。食べ物、軍用レーションと水7、
蜂蜜は1個なんですけど、一応救急キットですねが7個と、通常の救急キットが6あって、あとは水、松明、火炎瓶も5個一応持ってます。ラチェットはもう持っとけばいいか。でショットガンの弾とかこんなようなラインナップで今回挑めると思うんですけど、皆様いかがでしょうか。リロードは全部これでしてあるという状態。まあ、初回のフェラルなんで言うてもそんなにびくついてないんですけど、今時間が20時12分ですね。ちょっと待って、早いな。ゾンビもういるじゃん。どう、あ強い、スパス、あ強い、さすが HD の武器だ。火力がめちゃくちゃいいぞ。これ期待高いですね、スパス。ちょっと音もいいし、なんかこの乾いたズトーン音がいいね。よし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 これはまあ初回のフェラルそんな心配する感じじゃなくなってきましたね。ということで今回もですね、こちら毎度おなじみまあどんな感じになるかがわからないので、ちょっとこれで一旦様子見をしたいなと思ってるんです。まあ、これ一応まあ天井と壁はおまけみたいなもんで、言うても初回フェラルですからね、チロチョロっと来てもう終わりだと思うんで、ここも1列しか用意してませんですし、まあ M60 とこの段階でこの強力なスパス、そしてまあ一応オートショットガンもありますし、このハンドガンねもあるんで、まあ弾ちょっと温存しつつどんな感じになるか様子見のフェラルですね。どんな感じの敵が攻めてくるのかと、どんだけ追いやられるのか。いや心配してるのは、あの放射能サッちゃんが来ると思うんですよね。あの子来ると前何も見えなくなるじゃないですか。もう唯一本当にそれだけ心配してるのは、全く前が見えなくなっちゃうから、あれでどう戦おうかなみたいな話になってるんですけど、まあ、この拠点の形だったらよっぽど大丈夫。ここのはしごもいらなかったですね。こっち側からジャンプすればこれも届きますもんね、ここね。やっぱスパイダーは届いちゃうかなっていう感じあるんですけど、まあどっちにしろ今8時41分22時だったかな、始まるのが。もうちょっと待ちましょう。お、違う、よく見たら今改造ボタン出てるわ。あ、改造できる。え、なんでこれさっき改造できなかったんだろう。このバックパックに入れてたからかな。え、てなるとちょっとまだ時間がまあギリギリなんで、まおとなしくしてるって話かもしれないんですけど、これワンチャンストリートカラーにできるかもしれない。みんなちょっと諦めかけてた。で、これとダクトテープ、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 どこ行っちゃった。これがあれば、ダクトテープありました。これでちょっと待てよ、ちょっと待てよ、ストリートカラーにできるかもしれない。諦めかけてできる。ストリートカラー2分、え、2分ぐらいはなんとかなる。ちょっとやっていい、これストリートクリック、1分59秒最悪キャンセルすればいいんで、あ、いけるかも。みんなどうしてもこのペラルギリギリでスパスの色変えたい。9時22分、あれ22時からですよね。なんか多分間に合うと思います。1、よっしゃ、できた。ニューカラーのスパス来ました。ほら、ここで改造するボタンでベルトに入れてないと改造が離れ、いや、すげえ派手な感じだったっていうか、もうちょっと綺麗なグラフィックなかったのねえ、すごい、なんかさ、クレヨンで描いたみたいな、ポスカみたいな、ポスカで描きましたみたいなカラーリングだったんだけどこのね、スパスのまあでも OK でしょ、とりあえず何の色もついてない真っ黒よりはちょっとは派手になったから、水鉄砲感が増しましたけど、よしよしよし、これでギリギリ、いいよー。21時26分なんとか間に合いました皆さん。10時、石の空が赤く染まるとき奴らはやってくる。さあ行きますか皆様。お時間は21時59分になりました。20時、よろしくお願いいたします。ウォースリーズック、さて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 、来ました来ました。あんまでも数はそんなもんでもなさそうな感じ。いやでもまあ多いですね、初回のフェラルにしては。あー、来ました来ました。まあ通常、おお、なんかハイズリゾンビが浮いてるぞ。あー、なんか新しい色のサッちゃんがいる。見てあれ、あの子なんかグラフィックが違う。あー、固まった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 。ほら始まりました。でも今回もしっかり 1.0 綺麗にループ組んでおります。ありがとうございますありがとうございます。ちょっとこれ照明たたいちゃおうかな。あ、ほら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 、あー、チェーンソー持ってる人もいますね。あ、いいじゃないいいじゃないいいじゃない。さあ早速ちょっと数減らしていきましょうか。はいはい、これで一気に燃やしてでですねいや、ここのね、このループ拠点はもう完璧やわ。もう 1.0 のバニラの時でもう証明できてましたけど、これでじりじり数減らすっていうか、ここで今経験値を私は稼ぎたいところもあるし、ちょっとスパスの火力も試したいんですよね。どんだけ強いか。音がいい、まず持って音がいい。あー、でも、あー減ってる、あ、減る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 、あ、強っ。スパス
強いっていうかロマン武器もあるな、これ。あ、火力めっちゃ強いわ。音がいい、スパスのこのズトンズトン音が。あ、足元も別にそこまで。あ、痛い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 。ちょっと待って、誰かが撃ってくる、誰かが撃ってくる、誰かが撃ってくる、やばい。ちょっと聞いてない、聞いてないっていうか、いたな、そういうやつもこの世界。あ、やばい、ループしても、ループしりゃいいってもんじゃねえな、これ。あ、撃ってくるぞ、誰か撃ってくるな。ピコピコハンマーいる。あ、ほらほら、痛い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 。え、なに、ちょっと感染してる感染してる。誰かが撃ってくるんだな、撃ってくるんだなって。山下清みたいになっちゃいましたけど。お前か、いた、銃持ってるやついた、あいつだ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 。ちょっとあれまずい、あれまずい、あれまずい、あれ、あれ、あれやっつけといて。やれた、やれてない、やれてない、やれてない。あの軍人ゾンビ、そして硬い、まず違う、この子じゃない。なんか、え、全員感電してるし、なんだ、痛いぞ、 すげえ感染してる。どっから撃ってきてる、誰だ誰だ。音とモーションが違うから、やばいやばいやばい。違う発砲も聞こえてる、違う発砲も聞こえてる。ちょっと数減らそう、一旦数減らして、誰が撃ってきてるかが分かんない、これ。それは聞いてないわ、それはマジで聞いてない。で、感電してるってことは誰かなんか感電する人いるな。感電のスタンバトンかなんか持ってるやつ。痛い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 。誰誰誰撃ってきてるの。ちょっと HP がない。え、ちょっと回復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 入れて、やばい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 。ちょっと待って、ちょっと待って、それは聞いてない、マジでそれは聞いてないわ。それ発砲するやついたわ、そういや。痛い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 。どこから撃ってる、誰だ。とりあえず数減るしかねえな、これは。一旦数減るしかなくて、ここら辺でちょっとごめん遊ばせして、ちょっとごめん遊ばせします。ごめん遊ばせしつつも、ここ数減らしながらも、ちょっと待って、なんか爆発したな。あれはいいや、警官ゾンビが爆発しただけ、そこは気にしなくていいんだけど、とりあえずごめん遊ばせしといて。まずいね、痛い。ちょっとこれ、そう、いい、ちょっとジグザグ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 、この狭い中でジグザグして、とりあえず一旦燃やそうか。一旦燃やしときいいの、一旦燃やしときいいの。ここなんかやばいね、ここ。トーテムしてる、トーテムしてる、トーテムしてる。痛い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 。撃ってくる誰、マジで。回復する暇がない。ブロック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 置かせてもらいまして、ちょっとここでここでこうここでちょっと一回ここで隠れよ、ここで一回隠れて。いい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 判断、いい判断、ナイス判断、ナイス判断、ナイス判断でリロードして。遮蔽物がいる、遮蔽物が、遮蔽物がいるのと、しかもバラブロックしかないから、そんなんじゃない。あー、レクトいる、レクト、レクトもいる。やばいやばい、大集合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 、ゾンビ大集合。これは結構まずい。ちょ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 、レクトいる、レクトいる。数減らそう、数、まず数減らそうね。これ一応放射の除去モードついてますから、これで一旦数を減らしつつも、リロードしつつ、横に隠れつつ。危ない、ブロック置けばよかっただけの話。ちょっと待って、強化ハンマーとか何も持ってきてないから、強化することできない。もうブロックぶっ壊れてんじゃん、やばいやばいやばい。ちょっと待って、そこを死守しよう。最上階だけは死守させてもらいまして、一応遮蔽物があればなんとかなりますから、今のところなんとか。これでちょっと感染とかはしゃあないんですけど、まずそれは一旦置いときいいの。とりあえずここで数減らすのが優先、リロードと数減らすのが優先で、一旦蜂蜜も飲みたいところなんですけど、飲んでる暇あるかな。飲んどきまして、飲まさせていただきます。そして続き、引き続き多いな、初回のフェラルドにめっちゃ多いな。これちょっと待てよ、無限ループがあるから楽勝だと思って最初の前半戦余裕ぶっこいてたんですけど、これちょっと、いや、そんなピンチなわけじゃないんだけど、ちょっとピンチか今。これをピンチっていうのか、一般的には。ちょっとループはまだ一応ループしてるから今のところ大丈夫なんだけど、え、ちょっと数を聞いてあった話と違うな、別に聞いてないけど聞いてないけど、聞いてた話と違うぞこれ。で、なんかループがなんかみんなはしごになってるけど、基本メインが。ちょ、まずいですね。最上階は死守して、とりあえず今ループが効いてるうちに、なんとか数を減らす努力をしないと、これはかなりまずい感じになってきて、ちょっとたまにカクつくな、たまにラグが発生する。撃ってくる子はいなくなりましたね、とりあえずは。とりあえず数減らす方向で頑張りましょう。でも減らしたとて、これってずっと1日続くわけだから、無限に増えていくわけなんで。ちょっとなんかすごい人いるな、なんかすごい人いた今、なんか片腕トゲトゲの人がいた。で、光り方もなんか、お光さんの種類もやばい。この人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 、この何、肉肉ゾンビ、肉肉肉肉ゾンビ肉肉ゾンビ、大丈夫大丈夫かな、安心してください、履いてますあの人、大丈夫かな。そこはちょっと置いといて、一旦数をここで減らしながら、肉肉ゾンビも倒しつつ。肉肉ゾンビめちゃくちゃ硬いんだけどね、え、肉肉ゾンビめっちゃ硬い、全然倒せる気がしない。さすが肉肉だだけある。あー、感電してくれてます、ありがとうございます。これ誰か、これ敵の技だな、私別に感電するもの何も置いてないんだけど、何か。あー、ちっちゃいデモリッシャーいるわ、ほら、ミニデモがいる、ミニデモ。やばい、修理キットがもう、早くも修理キット、まずいな。ちょっと一旦これでショットガン、スパスの出番。これはループがあっても辛いな、これ。1列じゃ全然間に合わなかったかも、ちょっと舐めてたかも。いやー、ちょっとこれ大丈夫、これ大丈夫判定ありますよね、すごく不安なんですけど。これ、あ、これオート、フルオートモットつけるから結構連射できる、スパスさすがだね、結構連射が効く。ほら、この
間隔が短く打てる。パン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 。ほらほらほら、ミニデモいる。ミニデモちょっと、ミニデモはスイッチ入れないように気をつけて。ミニデモだけはちょっと本当に困って、あの子あれちっちゃいけどスイッチ入るんですよね。なんでちょっとミニデモ避けて打って、当たらないように気をつけて。肉肉ゾンビ、肉肉ゾンビを先にやっつけておきたい。あいつやばそう。あいつと野良戦やったらちょっとやばいな。野良違う、野戦そっちが痛いよ。野戦はやらないようにしといて、ちょっとでも一応ループは効いてくれてるからありがたい話で、ちょいちょいミニデモリッシャーのおかげで痺れてくれてます。あ、来た来た来た、危ない危ない。ミニデモ避けて、ミニデモ避けつつも弾全然足んねえぞこれ。てか修理キットが足んないな、これ思ったより。思ったよりちょっと均等に武器は使いましょう。減らせてる減らせてる。また誰か撃ってきた、また誰か撃ってきた。ちょっと待って、一回回復入れよう、一回回復入れよう。出血してる出血してる。一回回復入れときまして、やばいね、撃ってくるやつはマジでやばい。ちょっと話が全然違うわ。遮蔽がないのか、誰が撃ってくるかが分かんないんですよね。何か撃ってるモーションとか、明らかに私撃ってますみたいな人がいないんですよ。判断がつきにくいというか。だからここで一旦ガッと数を減らさないと、結構出ると普通にパンパン撃ってくるもんな。しかもほぼ当たるっていう、撃たれると。で、壁に近づきすぎると、壁も当たり判定が来て、おっとスパイディこっちまで飛んでこない。大丈夫、上にいるスパイディ。ちょっと待って、スパイ、ちょっと上のスパイ、上のスパイディ大迫力、大迫力の上のスパイディがいて、あ、撃ってきてる、誰かが撃ってきてる、誰かが撃ってきてて、誰かが撃ってきて、私の HP の上限値がめちゃくちゃ下がりっぱなしで、やべ、お薬系とかも持ってきてないんだよな。通常の包帯で一応体力30地味に回復するんだけど、あ、上限増えますね一応。じゃあこれをもうちょい使って、一旦回復入れさせてもらった方がこれはいいな。このままだとちょっと具合が良くない。よし、で数減らす、数減らす。なるべく外に顔出さないように、遮蔽を入れときの。でもなおかつ数減らす。いや全然減らない。そらそうだ、そらそうだ。一回お焚き上げしときましょうか。一旦お焚き上げ&ビリビリ入れといてもらいまして、ほらほらほら、ここがやばい。ブロック、ブロックはいっぱいあるからいいんだけど、壊されても。とりあえずここで数減らす。怪物入るのダメージか。ほんで相手の飛び道具、怪物割られる。これ一応ダメージ入ってます。あー、割られた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 。ってことはここにブロックを追加しておけばいいだけの話で、冷静に対処すれば大丈夫ね。落ち着こう、落ち着こう、落ち着いて処理すれば。あー、壊れたか。もう一個ずつしか、なんか撃ってくる。ショットガンみたいなやつ撃ってくる。ショットガンか、今ロケラみたいな撃ってきませんでした。誰だ撃ってきてるの、どこのドイツが撃ってきてる。わかんねえ、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 わかんねえ。ちょっとなんか撃ってくるよモーションが多分ないんですよね。それか遠くの方から撃ってきてるのか、あっこらへんかな、あいつとかか。ちょっと全然わかんないけど痛いんですよ、とりあえず。まあでも一応数減らすしかないんで、こっちにおびき寄せつつも数を減らしていきましょう。頑張って。やばい、肉肉ゾンビがめっちゃ増えてきた。肉肉ゾンビ強いんだよな。ちょっと待てよ、ここは一旦 M60 に切り替えといて、肉肉ゾンビをしっかり数減らしていきます。ループがおかしくなってきてねえか、だんだんね。大丈夫かね、トレーダーハウスが閉まりますっていう案内が今頃来てるんですけど、ちょっと待てよ、これは良くないかもしれない。具合がなんか、ループがおかしいな。みんなどこ行ってる、ループ大丈夫、まだダメ。あ、バン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 行ってるね、バンバン行ってる。足元抜かれてる、足元抜かれてる、足元抜かれてる、足元抜かれてる。ちょっと待って、一旦ここにブロック、ブロック置かせてもらいまして、遮蔽大事だから、遮蔽大事で、こっちも今のうちにリロードします。でこっちも踏んでもってリロードします。なんか肉肉ゾンビが下に来てるな。ちょっと待って、まずい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 、ちょっとリロードさせてもらいます。リロードさせてもらいまして、リロードさせてもらいます。肉肉ゾンビがすごいことになってて、ここでトーテム積まれてる。下の数減らす、下の数減らす、下の数減らす、下の数減らす。ダメかダメかダメか、いけるのか、これはいけてんのか、いけてんのか、減れて減ってんのか。肉肉ゾンビがすぐそこまで来てる。やばいやばいやばい、ちょっと肉肉ゾンビ近い、肉肉ゾンビ近い。ちょリロード、いや、ループがもうおかしくなってる。ループが破壊されてる。1列じゃ全然無理だわ、これだったら2列3列ぐらい行かない、ダメなんだけど、ちょっとこれは大丈夫かな。今のところまだ大丈夫です。まだトーテムは減らせてる、トーテムは減らせてる、トーテムは減らせてる。警官ゾンビもしっかり爆破させれないようにリロード入れる。痛い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 、あいつ貫通してるの、弾あいつマジで弾貫通してるわ。ちょっと待って、回復入れよう、回復入れよう、冷静に回復入れときます。でリロード今のうちにしときます。はい、で火炎瓶で自分が燃えないように火をつけて、粉辺に投げといて、引火した、あ、引火した引火した引火した、引火させときます。ブロック、あ、なんかやばいやついる。何あれ、なんかブロックが壊れたと思ったらブロックみたいなやつが走ってきてる。ちょい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 、やばいやばい、オールスター、オールスター集まってきてる。これはカオス、かなりカオスの状態でオールスター集まってきてる。あの四角いの何、あの四角いやつ何、あの四角いやつねえ、あの四角いのなんだろう。ブロックみたいなやつが動いてるんですよさっきから。
で、向こうは向こうで登ってきてるし、とりあえず足元だな。足元救われるってまさにこういうことだ。足元をしっかり、肉肉ゾンビがめちゃくちゃ強いんですよ。肉肉ゾンビもしっかりやっつけときの。痛えな、なんかすげえ撃たれてる。めちゃんこ撃たれてるんだけど、一旦ここで数減らします。そっちも数減らします。まだ肉肉ゾンビいる。ちょっと待って、いけるこれ。12時、弾の残弾数は、弾の残弾、これ冷静にいけばまだとりあえず大丈夫で、とりあえず一旦包帯巻いといて、あのバン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 撃ってくるやつが気になるんだよな。こっちの方が音聞こえるんだけど、いないんすよね、そっちに。減らす、足元け減らない。もうループのルートがおかしくなってんだよな。肉肉ゾンビがめっちゃ壊してくる。ここリロードして、弾足りないな。 7.6 に残り720発、絶対無理だな。ここで一旦スパスに切り替えといて、ショットガンで数減らしましょう。ショットガンでレクト倒します。ショットガンで数減らす、数減らす、数減らす、足元の数減らす、足元減らす。いやループやっぱ無理、耐えきれないか。一応まだルートが完全に壊れきってるわけじゃないんで、そっち経由になる子もいるんだよね。こっち経由になる子もいて、いやー来たな、放射能食らってんな。どこにいる放射能、さっちゃんがどっかにいるはず。こうなるとよろしくない感じが出てるんですけど、数は一旦減らすしかないから、もうやることないもん、もうこれしかないもんね。私にはやることやっていこう。いやーこっちの足元不安だな。大丈夫かな。肉肉ゾンビが今下に落っこってってるし、下打ちしてるから大丈夫と。 いや持たないな、これ。4時までだよね。2時とかで終わんないかな。終わらないか。4時までかな。ここだと何時までなんだろう。設定、サーバー設定がどうなってるかちょっと分かんないですけど、でバニラのノーマル、もうハンドガンとか使っていこう。もうハンドガンとか使うや。もう一応全部崩壊して野戦になった時用にショットガンと M60 は取っといた方がいいもんね。リロードしてやる、リロードしてやる、リロードしてる。ちょっとハンドガンで耐え切ろう、なんとか。待ってハンドガンじゃもうこれ削りきれねえな。かなりの勢いでハンドガンだと厳しい。ハンドガン全然削れない。めっちゃ硬いもんみんな。あーやっべ壊れた、最悪だ。ちょっと待って、走れない。あー気絶入った。あかーん、あー完全に舐めてた。いや舐めてないんだけど、いや初回のフェラルからそんなんなります？